お正月休みにね、京都の銭湯巡りをしてきたので、はい、京都すごい銭湯いっぱいあって盛り上がってるんですよ、うん、2日間で4つの銭湯入ってます最初に柳湯に行ってきました。東京とは違ったね、昔ながらの銭湯なんだよ。そうそうそう、柳の木でできているらしい、うん、あ、そうなんだ、ね、柳湯だけに、あ、うん、わかるよ、うん、でもいいお湯だったということで、柳湯のお話でした。前回に引き続き今回も京都銭湯巡りの熱い熱いお話です。次行ったのはどこ行きました？銭湯は次はね、サウナの梅湯っていう銭湯に行きました。サウナの梅湯っていう名前なの、うん、でこれ何駅ですか？ちなみに地下鉄で言うと、うん、カラスマ五条駅。カラスマ五条駅、あーいいね、五条駅、はいはいはい、カラスマ通りにある五条駅っていうのが、あ、わかるわかる、それはわかるわ、なんかコナンとかに出てきたもんね、ま、バスでも行ける。あ、バスでも行けるんだ、はい、烏丸五条駅のサウナの梅湯で今回、まあ、うん、メインのもともと行こうと思ったのは船岡温泉だったんだけど、うん、もう一つはイルカが行くならサウナの梅湯がいいですよって言って教えてくれたのがサウナの梅湯だったんだよね、うん、じゃあ1日目のここにぶっ込んだんだ。そうそう、じゃあなぜイルカをサウナの梅湯セレクトしたの？実はサウナの梅湯っていうのは僕が大学時代の時は全然有名なお湯屋じゃなかったんですよ、うんうん、おばあちゃんがやってて、はい、でも僕が卒業して、実はまあ僕も銭湯好きだから、うん、そういう記事とかを見てた知ったんですけど、うん、梅湯をもうやめるっておばあちゃんがなった時に、うん、ある若者が、うん、それじゃあもったいないから、うん、僕が継ぎますって言って、うん、継いだっていう銭湯だった、うん、へー、何それいい話。しかも、うん、お孫さんとかその血縁関係じゃない、あ、そうなんだ、本当に全然見ず知らずの人が継いだ銭湯、うん、今もその方がされてるの？その方がやってる、すごいね。その人名前は港さん。港さん、うん、へー、今若い、お若いんですか、うん、今とね、詳しくは分からないけど、うん、まあ20代後半か30代ぐらい、いや、じゃあ同世代じゃん、うちは。同世代、じゃあその当時で言ったらもっともっと若かったってわけだよね、25歳くらいかなっていうから移りなんじゃないかなっていう。へえ、そうなんだ。じゃあもう仕事もお辞めになってみたいなことなのかな、うんうん、まあ詳しくは全然分かんないけど、サウナ、まあ、銭湯すごい好きで、うん、そういうのやりたいって言って、うん、そこに入ってった人。ヤギイベの未来が見えたような気がする俺も仕事、普段の仕事辞めてまでかはまだ分かんないけどでもそう、すごいよね、本当に。そうそう、でそれで、あのサウナ梅湯をもっと面白くっていうか、うん、ね、やろうって言っていろんなことやってる人だから、あ、そのサウナの梅湯でやってるわけね。そうそうそう、それもイルカを知ってたんだよね。それを知ってて、うん、京都盛り上げてる、うん、最近の、うん、割とこう筆頭になってる人の一人なんですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、その港さん、港さんっていう男性、うん、へえ。だからあのゲットユーとかも、うん、多分このサウナの梅湯とかでもイベントやったりとかしてるから、そこもつながりが多分あるんだと思う。うわー、ぜひ行きたいねそこもね、うん、でそこどうだったんですか？やっぱりね、うん、若い人がやってるかは分かんないけど、うん、外見からしてね、なんかおしゃれなの、うんうん、あ、そうなんだ。銭湯っぽくないないね、確かに、うん、かっこいいよね。かっこいい。え、それ何、外観がってこと？外観が良かったよ、うんうん、みんなここがサウナの梅湯だって言った時に、うん、誰一人近づかなかったまず写真撮りたい。写真撮るから。そういうことね、みんな写真撮って。サウナの梅湯ってあのネオンが、ね、ネオンが光ってるんだけど、うん、あー、なるほど。それが まずかっこいいわけよ。緑とか ね赤とかね、いいの。夜に行ったんだけどね、結構ね、明かりもなんかもう銭湯らしくない明るさ、なんか本当に居酒屋かなんかみたいな明るさで、そうそうそう、うん、結構フォトジェニックな感じがありそう。そう、あれは写真撮りたくなる。俺ら以外の客もね、近くにいたけどみんな写真撮ってた、うん、写真撮ってた。なんかのれん、はい、牛乳石鹸ののれんがかかってる、うん、牛乳石鹸っていう石鹸がある、うん、分かる分かる。その女湯ののれんが表にかかってるんですけど、うんうん、梅湯はガムテープで貼ってあって、梅って手書きで女のところを潰して梅湯ってして急に雑女潰して梅湯っていうしてあるあたりもちょっと親近感湧く。ああ、そうなんだ。一周回っておしゃれだ。一周回っておしゃれ。そうそうそう、はんなりしてるはんなりってずっと言ってたもんね。ずっとモンスター京都でずっとはんなり言ってた。ずっと言ってた。何がはんなりなのかみんな分かったかったけど。たくもんね、バカだからね。そうそう。でまずはまあ入って、はいはい、
タオルとかもやっぱり売ってるから、うんうん、サウナの梅雨タオルもあるし、うん、そういうのもやっぱりさすがだよね、うん、タオルコレクターの顔を持つ、うん、ヤギユエとしてはもう嬉しいね、うん、それは嬉しい。銭湯入る前に買ってたからね銭湯もうね、あ入った後、入った後チェックはして後で買うっつって。銭湯入ろうって時はずっとなんか見てるからさ、 T シャツとかそういうそういいな、いいな。そうヤギさんのね、なんか買い物待ちみたいなのがあったなんか買い物タイムあったそうそう、食前湯的なことしてたよね。でもやっぱ入った瞬間からそういうグッズが置いてあったり、なんかいろんなフライヤー置いてあったりして、うん、なんか本当にここ銭湯なのみたいな、そうだね、居酒屋みたいな雰囲気があるからね、すごいおしゃれな空間があった。そうなんだ、ぜひ行ってみたいわ本当に。そこそう、あなたの心の中の銭湯使っていますか？ヤギの湯サウナの梅湯、うん、そうですそうそうのが入るのね、サウナの梅湯。へー、かわいい名前。そう、中でそこはまあ脱衣所入って中入ると、うん、まず面白いのが、うん、あのお風呂がねやっぱいくつか、まあ、そこもあるんだ、結構縦長の銭湯で、うんうん、左サイドにお湯があって右が洗い場みたいな感じなんだけど、そのお風呂の壁に、うん、あの新聞が貼ってあるの、梅湯新聞みたいな、うん、浴槽のとこ、え脱衣所、脱衣所じゃなくて中に、浴室、浴室に、そうそう、それがあの各バイトの、まあ、そこで働いてる子の自由な日記みたいな、 なんか日頃の思いを書きますみたいな、そうそうそう小学校とかであるやつか。そうそう、しかもです、手書きで書いてるの、それがまた味があるんだけど、もうずっとね、ヤギちゃんがもうあの新聞見た、イルカあの新聞見た、面白いよって、え何がだろうって僕は心の中で思いながら見たら、本当に学生の新聞みたいな学級新聞だ、そう、手書きのね、梅の湯新聞。あのお風呂入ってる間って大体あのまあ暇じゃんか、基本見るもんないからさ、まあね、うん、でもそういう時にやっぱああいうの見るとさ、うん、暇じゃなくなるよね、まあ、そういうの読めるからさ、うん、そうだね、そういう入りながら、へー、そういう風に楽しませてもくれる。そうそうそう、なんか例えば一つ言うと、なんかあるスタッフが内容ね、そうそう、新聞の内容、うん、なんかあの僕中国好きで、うん、あの本来は、まあ、ここでいつもスタッフとしてやってますと、うん、で中国よく行ってるんですよみたいなことを言う、まあ、普通に書いてて、うんうん、で最後にでは私中国に行きますさようならって言って急に終わる急に終わる、お前もう行っちゃうんだって、まあ銭湯の話、まつわる話があんまないんだね。そうそうそう、まあ、個人の思うことみたいなのを結構書いてるから、そうそうそう、まあ、今で言う面白いブログだね。そうそうそうあ、そっか、そう、捉え方としてはブログとして捉えるの。それが結構そこで働いてる子がさっき言った何大学だっけ、京都造形芸術大学っていう、うん、の子が多かったの。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからそういうグッズとか作ってるのも多分その大学つながりの人とかがデザインして作ってるんだよね、うんうん、あ、そうなんだ、うん、京都ってやっぱり学生が多いとつながりも多くなって、うんうんうん、芸術大学系の人たちは芸術大学系でつながるんですよ、うんうんうん、だから多分サウナの梅湯に、うん、あの京都造形芸術の人が出入りしてるのがすごい垣間見えたけど、うん、きっとそれつながりでいろんな大学の芸術系の人が来てる、うん、あ、そうかもね、確かに、うん、じゃあ本当にコミュニケーションを取る場にもなってるのかな。そうそう、あと面白かったのはあの鏡あるじゃんか、まあ普通、うんうんうん、その鏡にも一つ一つ鏡広告がついてるのよ。そう、鏡広告、まあ、鏡が顔を洗う前についてるでしょ、うんうん、その下の方に横長のバナーみたいな、バナー広告みたいなやつが一個一個ついてて、それもまあ真面目なやつも多分あるんだろうけど、むっちゃふざけたやつもあって、それは何だっけ、なんだっけな、笑っていいともをパクった、なんか笑っていいでしょうみたいな、なんか謎のなんか宣伝みたいなの書いてあったりとか、なんかそれもとにかく面白いのよ。やっぱり関西圏っていうのはそういうのをやらずには入れないのかな、うんうん、まあ、多分その湊くんがいかに銭湯面白くしようかって考えて、うん、そういうちょっと笑えたりとかすることとかもどんどん取り入れたんだと思うよね、うん、そうだよね、うん、この間ブログで僕行った後に何かって見たんで、これ定かじゃないんで確かめてからですけど、うんうんうん、湊さんが今も銭湯の広告の募集してるって、うん、ああそうだね、うんうんうん、え、そうなの。そうだから大体銭湯ってその柳湯もあったけど、鏡の広告は昔からあるんですよ。まあそうだよね、鏡につけるのあるよね、そう、うん、で、あの仁王門医院とかなんかそういうもうちっちゃいところのが多いけれども、うんうん、
だけど結構新しいものも多かったんですよね。そうだね、飲み屋さんとか。そう、いいね、そう、梅湯は、うん、なぜなら今も募集してるから、うん、ヤギの湯いけないかな。そう、出せると思う。いけるよ、うん、いつ出したい。どれくらいかかるだろう。そう、それちょっとご相談したよね。どれくらいかかるだろうね、うんうん、だからやっぱり昔はそのすごい銭湯が盛り上がってた時代、うん、昭和何年の頃だけど、うんうん、その頃はその地域のいろんな、要はまあ、例えばお肉屋さんだったりとか、うん、それこそ病院、ちっちゃい病院、個人のね病院とかっていうののみんな広告病院とかね、そういうの出してたんで昔は、うんうん、でもそれがどん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 今少なくなって、うん、まあ他に方法増えたからね。そうそう、あんまり銭湯で広告出すのは減ってるんだけど、梅湯はそれをもう一回今だからこそやろうみたいな形でやってるのがまた面白い、ね、古き良きものをね、また生き返らすみたいな、うん、いいね、そういうの大好き。いいでしょ、熱いね、うん、そう、うん、それも良かったし、あとまあそのサウナがやっぱあるんだけど、あ、そうか、サウナの梅湯もね、もちろんね、うん、そこのサウナの温度が114度っていう、うん、そうそう、通常はどれくらいですか。通常は通常は90度くらい。そう、90度くらいなんですよ、大体蒸発しちゃう。そうそう、でもね、そうだよね、今回ね、あの一緒に行った、うん、今日今いないですけど、うん、みどりさん、はい、が感想を言ってくれって言ってたんですよね、うんうん、そう、その感想っていうのがもうあの114度のサウナに入って以来、うん、もうあの温度忘れられません、うん、ああそう、もう90度じゃ満足できない、私は満足できない体になっちゃいました、ね、まあそうなるわな。そうそうそう、初めての体験だもんね。そうそうそう、100度超えっていいのかな、うん、いやでもね、結構ねもう本当に暑かった、うん、そうだよね。え、どう、スパセン好きのタカポン的にはどうなんですか。これね、うん、いい温度だったよ。あ、そうなんだ。うわ、何なのその顔。114度だからいい温度え、でもそうだよね、結構スパセンの人たちってさ、うん、サウナがないとみたいな人が多いから、うんうん、なそういう人たちにも満足させるような。 そう、そこ何がいいかって、そのサウナにはそのスノコがね、あ、スノコね、あって、うん、そのスノコも最近新しくしましたと言って、それも綺麗だったし、さらに良かったのはサウナの機械があるの、その熱が出るね、あ、あるよね、真ん中とかにあるよね。そうそう、うん、でそこに、うん、あの水かけないでくださいっていうのがすげえいっぱい書いてあってこれ水をかけると数百万かかりますとかって書いてあって、あ、まあ多分実際そうなんで、故障すると、だから絶対やめてくださいとかっていうのも書いてあったりとか、勝手にかけて温度上げようとする人とかがいたってことかな。まあなんかね、サウナ、そう、暑いところに水かけるみたいなところも、まあ、ないことはないんだよね、うん、ジュワーみたいな、ねねね、そう、だからそれみたいなやる人が多分いたんだろうねそう、だからそういうのもやめてくださいっていうところも書いてあったりとか、張り紙いっぱいしちゃったんだ。 そういうところも面白いなと思ったし、でそのやっぱ暑いサウナの後に水風呂、まあ、当然水風呂がやっぱ俺重視してるから、うん、そこのねサウナの上の水風呂がほんとちょうどいい温度。何度ですか。あれはね10でも5、6度かな、そんな寒くない、冷たくないんだけど、うちもそのぐらいが好き、うん、ほんとね気持ちいい水風呂だったそこ。いいね、うん、サウナの横にあるんですけど、うん、水風呂は、うんうん、その水風呂に、うん、ちょうどこう水風呂の奥に、うん、裏口のような、うん、なんかこう従業員の人しか入れませんみたいな、はいはいはい、扉があったんですよ、うん、そこに向かって橋がかかってる、うん、そう、橋がかかってるの、石のアーチみたいな、アーチ型の橋が、橋がかかってちっちゃいね、うん、それが見るだけでもおしゃれで、うん、素敵なんだけど、ちょっと工夫が凝らされてるわけだ、うん、そこにヤギイベさんは、うん、ヤギイベさんはねまさか上向きで寝てたの、寝覚めちゃったんだそれね、まあ、なんで俺はそれやったかっていうと、まずそれをやってる人がいたのよ。あー、なるほどね、そう、あ、よかったよかった、そう、うん、で、ここはもう外気浴スポットだなと思ってそうそう、まあ、中なんだけどそうそう、要はゆっくりする場所だと思っても、うん、このアーチにこう寝そべって、うん、そ、天井見上げて、うん、はーってなってた。その橋で、橋で、なんかうちのイメージとしてはさ、その奥からさ、うん、神が登ってくるみたいなちゃんと従業員という神が登ってきて、いつも掃除してくれてますよみたいな、神聖なる場所に寝そべるっていう、うん、そあれはね、自由、自由なんだよ多分。そこもいいね、やっぱりね。しかもあそこの水風呂すごいのが、その奥になんか滝みたいになってて、うん、水がこうね上から降ってきてんのでそこをこうやってこう滝行みたいなのができる。へえ、それも良かった。すごい、まあ、聞いてるだけじゃね、すごい想像になっちゃってる、うちの中で。なんかこれさ、もう勝手に言っちゃうけど、円屋さんにぜひ京都版、そうだね、京都版銭湯使い
はい、サウナの梅湯は銭湯使いも書いてます、はい、あ、そうなの、載ってます、うん、あ、そういえばすごいだね、うん、あ、そう、さすが、今度2月21日には発売される銭湯使い本に載ってるので それもぜひ見て、へー、見たらね、行きたくなると思う、うん、そうだよね、絶対ね。話の途中ですが、今回はここまで、YouTube ヤギの湯チャンネルをぜひチャンネル登録してください。Twitter、Instagram もやっているのでフォローお願いします。それでは皆さん、良い銭湯ライフを。 Have a good 銭湯。またね、バイバイ。ヤギの湯。